リチウム毒性はリチウム過剰摂取としても知られる過剰な量のリチウムを有する状態のことである。症状には震え、反射行進、歩行障害、腎臓障害、意識性明度の変化などが挙げられる。症状によっては正常に戻るのに1年かかる場合がある。合併症にはセロトニン症候群などがある。リチウム毒性は過剰摂取、または 排泄量の減少が原因で発生する。過剰摂取は自殺未遂または偶発的な場合がある。排泄量の減少は嘔吐や下痢による脱水症状、減塩食、腎臓障害などから発生する。診断は一般的に症状に基づきリチウム値が1.2ミック L を超えるとリチウム毒性と確定される。胃洗浄と腸管洗浄は 早期に行えば有効な場合がある。活性炭には効果がない。重度の毒性については血液透析が推奨される。一般的に死亡のリスクは低い。急性の毒性は一般的に慢性の毒性よりも天気が良好とされる。米国では年間約5000件の症例が毒物管理センターに報告されている。 リチウム毒性が最初に説明されたのは1898年である。ありがとうございます。